はい、サムネを見てもらった通りですね、この今の黒髪からですね、一回マッキンキンにしに行きたいなと思います。ちなみにこれはですね、嫁には黙ってるので、いきなり、仕事から帰ってきたら旦那が金髪になってるという動画になるかなと思います。ただアッシュ入れると金髪まではいかんかもしれんけど、まあ、とにかく一回スーパーサイジンにはなるので、そっからどうなるかは知らないんですけど、まあ一応そんな感じで今から染めに行きたいなと思います。平日の3時から、髪の毛を金髪にするというヤバめの31歳ですが、ご覧ください。あ、こんにちは。お久しぶりです。はいはい、今回どんな感じに？なんか銀髪みたいな感じにしてたんですよ。それ銀っていうか、まあ多分抜けるとこういうの色になると思うんですけど。元の色はどこなんやろうな。まあこれちょっと抜けてますね。白に近い感じのなんか結構、はい、ハイトーンで色を薄くのせてるデザインになるんで、はいはい、色持ちはそんなにいい方ではないんですよ。ああ、なるほど。で、お手入れやってもらう必要があるんですよ。それぐらいのハイトーンカラーがどうしても薄くて超色持ち長持ちしたいって現実的にホームケア逆なんですね。そうです、そうです。で、それがもう煩わしい方だったら最初濃く入れて、あんまりよう分からへんけど取れたらええ感じになるっていう方法あるんですけど、ただそれすると色がなんか濁るんで、その例えばこれビフォーアフターで撮りたい場合やったら映えないってことだね。そのなんていうかな、そうです、そうです、大変なこと考えるんやったら単純に女性受けやるの、こっちの方が女性受けはそういう感じですね、イメージ的に。僕の見解から、僕の視聴者ほとんどメンズなんですよ。やったらこっちじゃない。ただ唯一赤系が出るのが嫌で、やっぱ赤で出るんですよ髪の毛に。大丈夫です、赤出ないまでいきましょうか。まあ、家電の美容機器の数、ちょっと待ってください。はいはい、ブリーチ作ってみます。はい、別にグラム測るだけ、これでダメージと手触りが後で触ってもらうとよく分かるぐらい。値段ですねっていう、なんかみんなやってるし。すごいですね、黄色になってますね、ちゃんと。そうでしょ。あ、ほんならエアドロップで送ります、それ。はい、次ます、次ます。はい、おお、すげえ、すげえ、はい、ちょっとヨーグルトみたいな。そうですね、はい、あ、これが今からグレーとかそっち系になるやつなんですね。はい、あー、ありがとうございます。最近言ったら2、3年前にお、うっすら黄色残ってる。はいはいはい、わ、めちゃくちゃいいですね。うっすら黄色残りながらのちょっとグレー感もありつつっていう感じのアイアートってちょっとやったつもりなんですけど、どうですか。いや、めちゃくちゃいいです。大丈夫ですか。はい、でこれ実は隠し味にピンク混ぜてるんですよね、はい、
うっすら日大やなって思いますけど、ね、似合いますね。あの ここのね、やっぱ信じられん。はい、あ、じゃあどうでしょう。おー、すごいですね。すみません、ありがとうございます。168円のお金、人妻とか見ていただければ、はい、良さが分かってもらえる。あ、分かりました。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは帰ってきました。こんな感じで色が入ってますが、ちょっと外で見るのと中で見るのは違うんですけども、もう言ってる間にあの嫁が帰ってくるので、ちょっとドッキリに、まあドッキリというかちょっとサプライズに向けて仕込みたいなと思います。まあ仕込む言うたってそこで普通に携帯いじってるだけなんですけど、まあ、反応としてはえって言ってえって言うと思います。はい、では待ちます。あ、ちなみに今日はですね、カラー行ったんですけど、ここのカラーのところは僕以前もカラーしてもらったところなんで、まあ、同じような感じでしてもらえるかなと思って、ちょっと今回はグレーみたいなシルバーっぽい感じでしてくださいって言ってお願いしたんで、またあのカットは大瀬さんのところに行くとは思うんですけども、カラーは今回のところに行かせてもらいましたということになっております。はい、なので大瀬さん傷つかないでくださいというだけ言っておきたいなと思います。はい、大瀬さんのところにも行きます。今日はですね、はい、いきなり旦那が髪染めてきたら嫁はどういう反応するでしょうっていう動画を今ここで撮ってんねん。撮ってたね、本当だ、やば、グレーにしてみた、やば、めっちゃいい色。あ、ほんま、めっちゃいい色、私もそれにしたい。あ、そう、うん、かわいい色。だって女子受け抜群ですよって言われてさ、女子受け抜群、いや、女子受け抜群の方がいいか男子受けがいいかって言われてやんか。で、僕のチャンネル女子ほぼいてないんですって言ってけど、まあ女子受けの方にしときましょうって言われたから、女子受けっぽくなっちゃった。山本さんも似たの？そう。ということで、どんどんこんなことをすることで社会とどんどん離れていきますが、そんな31歳でした。では、さようなら。